あ、で、僕は電話入れる。まあ入れても入れんでもいいんですけども。みかんは。なんこ。できた。できた。鈴木さん読んでください。じゃあ。いい子してるね。アナウンサーになりなさいよなと。表情もいいし。できた？できた。じゃあ竹澤読んでください。みかんが5個ありました。そのうちの3個食べました。残ったみかんは何個ですか？スラスラ読んで素晴らしい、素晴らしい。他にもう書いてた人いますか？じゃあ和田さん読んでください。みかんが5個ありました。そのうち3個食べました。残ったみかんは何個ですか？綺麗な声してね、みんな。あんたもできた？うん。みかんが5個ありました。そのうち3個食べました。残ったみかんは何個ですか？上手になった。山内読んでみるか？読んでみろ。先生、俺か。みかんが…5個。5個ありました。先生、折れちゃった。折れちゃった。他に代わりの鉛筆ないのか？これからちょっとね、プリントでやるからな。5個ありました。いくら？そのうちの3個3個食べました。残った？そういうこと。おお、あ、答えはね、また今度練習します。その今日はやりません、ごめんよ。よし、そこで引き算の勉強はおしまい。で、今日はちょっとね、次の勉強に、あ、鉛筆買うよ、これから鉛筆買いますよ。鉛筆買いますが、ちょっと待っててよ。ほいほいほい。十ずつの仲間って話をちょっとしたいんだけど、いい？10ずつの仲間。ビーダブルの数え方でね、こういう数え方をしてたんですけど。それもあるし。みんなどこ行っちゃうの？トイレ。まあ、悲しいわね。あ、もう一人しかいない、一人しか。だから、待ってるしかないのよ。じゃあ、あの人たちトイレ行ってる間、みんな練習しよう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。1,2,3,4,5,6,7,8,9,20 1,2,3,4,5,6,7,8,9,30 できる？ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,40 1,2,3,4,5,6,7,8,9,70 1,2,3,4,5,6,7,8,9,80 1,2,3,4,5,6,7,8,9,90 1,2,3,4,5,6,7,8,9,90 これをね、プリントでやるとこうなります。いい？じゃあ、和田さん早くトイレ行ってこい。またやんの？うん、今日は違うのだから。違うんだって。まあ、これ何？数えてみよう。バカ。数えてみよう。数えてみようって書いてあるじゃん。アイテムつけん。数えてみよう。500。またこれ数えてみようって書いてある。10ずつ数えるでしょ。正解。なんで知ってたの？知ってるから。あれ、お前この前木曜日来たか？来てないだろ。これ10ずつ数える。じゃあ違う、見てて、違うの。数えるんじゃなくて、もう説明させなさい。僕の仕事は次のうちの3つのうちどれでしょう？1番。
ガミ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 怒る。2番優しくみんなを教える。3番とってもいい先生でみんなに好かれているので上手に教える。1番でいいの？1番。じゃあ見ててよ。これはどうするかって言ったら見ててよ。巻き違うの見ててよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐるぐるぐるって10のグループ作ります。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ぐる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 10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 プリ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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ブー1,2,3,4,5,6,7,8,9,10プスー1,2,3,4,5,6,7,8,9,10ブー1,2,3,4,5,6,7,8,9,10できるだけ詰めてやっていくってことね。そうするとうまくできます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 くる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 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10すー 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 ずか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 ー。じゃあやってみてください。10ずつ仲間作るんだぞ。二人でうなだしたのはプリプリプリ。僕グループに分けるんだぞ。グループにもね、1から5まであるんだぞ、知ってるか？グループ5になると危ねえんだぞ。10ずつ分けるんだっけ？そう、10ずつの、ね、仲間分け。変な感じになったよ。できる？やってみるか。間違えちゃった。どういうふうに？余計にやっちゃったのか。じゃあ次のところで10個またやればいいじゃない。そうでしょ？変な感じになってよ、また。どれやってあげようか。どれ、こっち見てみろ。いいか？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 プスーン。できるだけくっつけて仲間の近くでやった方がいいんだぞ。上の方からやるとかさ。上の方からやった。そう、上の方からやった方がいいよ。ゴキブリブリ。わかった。できた、和田さん。もういいかい。守ってこなくていいよ、守ってこなくていいよ。で、ごめんね、途中でできる、みんなまあそれ途中でやめるけど、全部できるとこうなるわけ。見て、こうなるわけ。そうすると数えやすいのよ。どうして数えやすいかというと、もうあとは10、20、30、40、50、60、
70、80、90、100って数えられるわけ。楽でしょ？10個だよ。ということは全部でいくつ？そうなんだ。もう一回いくぞ。全部で100って書いてある。高田君はね、賢いこと言ったぞ。まずこの丸を数えるんだって。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。だから100って分かったそうです。素晴らしい。それは僕よりも一歩進んでるあなたも。あなたそうなった？おじゃあ、最後これ声出して終わりにするぞ。10、言ってごらんさん。はい。10、声が足りん。10、20、30、40、鈴木さんの声聞こえないからなし。10、鈴木さんの声聞こえないからなし。10、20、30、40、谷さんの声聞こえない。10、20、30、40、50、60、お何やってるんですか。70、80、90、100、まだ100いってる。90、100、まあ、その次100になりますな。よし、じゃあ次、まあ、プリントするのでやってしまいます。いよいよ計算です。